はい、どうも親子屋のデラ君です。はい、今日なんですけどもこちら今月のデラ君おすすめということで、毎月毎月ねおすすめの商品をご案内していってるんですけれども、今月はね珍しいメーカーさんのものを紹介したいと思います。今月のおすすめ商品はこちら。はいはい、日立さんのエコキュートニーになります。型式なんですけれども、はい、BHP-F37UDK ということで、最新モデルの最新機種とかそういうわけではないんですが、こちらの機種ですね、今もう新しいものがどんどん出てきてる中で、すごくいいものなのに今すごく安く手に入りやすくなってるものなんですよ。新しいものがゴンゴン高速で出てきたからこそ、こんなにいいものなのに安く手に入る率がすごく高くなってるものね。これねめっちゃいいんですよ。俺過去日立さんのエコキュートって特徴すごい、どこのメーカーもやれない特徴あるんですけど、何回か紹介してるんですけど覚えてますか、中の人。日立さんのエコキュートの特徴、ヒント、1文字ずつ書いていきますよ、はい、水、水圧が、水圧がブー、次2文字目、水道代が安い、水道代が安いブー、3つ目、水道直圧、正解。1文字しかなかった、あと猶予がそう、水道直圧の超強い水圧だよね。だって今の蛇口で出るお水の水道の威力でお湯も出ちゃうっていう水道直圧、かつ直で飲めるんだよね。日立さんのエコキュートはもう直で飲める水道直圧、ご紹介させてもらったことがあると思います。この水道直圧タイプで、かつこれね寒冷地のちょっと型式なんですね。寒冷地仕様のもので370リッターの機械、もうねエコキュートを導入したいって思ってる人にはもうまさにもってこいみたいな機械なんですよね。ガスからやっても圧力が変わらないので、もう全然違和感なく使えて、しかも超高性能なエコキュート、こちらが今お安くなってるんですよ。さっきも理由言った通り、新しいものがどんどん出てきてるんでね、うん、なのでこれまあ型落ち品って言われるものじゃないけど、結構前の方に出てるものなんで安くなってると。これはねちょっと進めないわけにいかないかなと思って、うちでもねまだこれストックもあるんですよね。すごくお安く提供できるんですが、これさ水道直圧も500キロパスカルで出ちゃうわけなんだよね。まあそのお家の水道の圧力がどれぐらいかわかんないけど、うん、500キロパスカルで圧が出る水圧なんか全然問題ない。お家が3階建てです、3階にも洗面台あるよとか、3階にもお風呂あるよなんて、そういうところでも使えちゃうぐらいの圧力なわけなんです。そしてねこれまあ日立さんの特徴としてね、ウレタンクというのも搭載しております。ウレタンクっていうのはウレタンでね周りがこうフォーンとコーティングされてると、タンクの周りがウレタンが吹き付けられていて保温効果が抜群なわけなんだね。これちょっとここら辺に画像出しておくんですけど、ウレタンクこれはかなり実はすごい商品で、エコキュートって夜でしょ、夜にお湯にしちゃうじゃないですか。安い時間、電気代が安い夜にお湯をタンクの中に分厚く作っちゃって、次の日の使うお湯をそこで賄おうっていう話なんですけど、皆さんお湯一番使うのって何時ぐらいに使われます？長野人。18時。夜だよね。そう、お湯を作るのって夜のうちに貯めるわけでしょ。その後寝た後に貯めてくれて朝方に沸いてるという状態、マックスになってますよっていう状態なんだけど、朝8時にさタンク満タンになってても一番使うのって夜なんですよ。それまでの間って長い十何時間っていう間タンクの中にお湯入りっぱなしなんだよね。熱逃げるよね。その逃げる熱もったいないね、囲っちゃおうぜっていうタンクなんですよ、ウレタンク、うん、なので保温性が抜群で、
タンクの中のお湯っていうものがすごく減りにくく、使えるお湯の量が増えると、多くなるっていうのがこの日立さんの BHP-F37UDK の特徴でございます。まあ特徴というか、この機械だけじゃなくて、このウレタンクっていうものがついてる機械に関してはね、全ての機械で特徴になるのかなと思います。はい、それぐらいね、いいもの。そしてやっぱり、ね、日立さん数値的にもね頑張ってます。環境に対する数値、電気代に対する数値っていうのをすごく頑張ってるので、ちゃんと補助金の対象機種になってます。給湯省エネ事業だったりとか、そういうのも対象機種にしっかり選ばれてるので、ね、この安くなった機械をさらに補助金で安く導入することもできるということで、かなりのおすすめになってるんで、ちょっとこれね、今月の一押し商品としてちょっと出させてもらいました。一押しだからって言って最新のものばっかり出すんじゃなくて、このタイミングならではの一押しなんだね。これ安くなってる。どこに今お見積もり頼んでも結構安く出してくれるんじゃないですかね。うん、うちでもかなりもう今特価で出せるぐらい安く手に入るので、皆様もぜひエコキュート今後ね新規で入れたい、交換の検討しているっていう方はこちら日立さん見てみていただいてもいいのかなと思います。寒冷地用じゃなくていい方は寒冷地用じゃないものにすればもっと値段下がるだろうしね。なのでぜひご検討してみてください。はい、ということで今回ねちょっと短いんですが、今月の一押し商品ということで日立さんのエコキュート BHP-F37UDK をご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もちろんね、うちでもまだ在庫ありますし、あれ気になるなっていうことはぜひご連絡いただいてですね、お見積もりを提案させてください。ということで今回このぐらいで終了なんですが、今後もねこういった今月のおすすめ毎月上げてますし、エコキュートのお話、新商品出るたびにねお話させてもらっております。エアコンなんかもねお話させてもらっておりますので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録していただいて、次の動画もお待ちいただければいいのかなと思います。はい、ということでテラ君でした。バイバイ。